これですね、コントロールプラス、えー、スペースもしくはシフトプラススペースを押したまま対セルの頭の部分にこのように、ま、カーソルこんにちは、戸田悟です今回はですねエクセルの秒速技ということでまあショートカットなんですけど結構これ知っているとですね便利に作業性が良くなると思いますテレワークでですね、自宅で作業してらっしゃる方も多いと思うんですけれどもまあやっぱりエクセルの作業多いですよね エクセルを快適に使えるようになると作業効率がぐんぐんと上がりますで今回はいろいろな難しい機能はさておきとりあえずもう数秒でできちゃうショートカットを20個集めましたうちいくつかはあそんなの知ってるよっていうのもあるかもしれませんが、まあ、いくつかはええー、知らなかったっていうのがきっとあると思うのでぜひご覧ください はい。それではまずですね、今日のメニュー、今回のメニューを紹介していきたいと思います。えー、全部で20種類のショートカットキーを紹介しますので、えー、あなたが興味のある部分だけ見ていただいてもいいのですが、えー、数秒で終わるものばかりを、えー、特に前半は取り上げていますので、全部見ていただけると私はとても嬉しいかなと思います。で、仕事に使いやすいように、カテゴリー別にショートカットキーを分類してみました。分類して紹介していきます。まず最初にノートパソコンの狭い画面でも、えー 広くエクセルをちょっとでも広く快適に使おうというショートカットキーを3個ですね、えー、紹介していますこちらですね、えー、続いてですねブックやワークシートを一瞬で作るショートカットキーもうこの辺1秒なんでぜひみんなご覧くださいで続いてですね選択作業ですね、えー、ノートパソコンでタッチパッドが使いづらいよという方も結構いらっしゃるので選択が楽にできるというショートカットキーを全部で6個 こちらですね6番から11番まで紹介しました特にですねこの辺の10番11番あたりはですね超おすすめなのでぜひご覧くださいはいで続いてですね今度は入力作業を快適楽にするショートカットキーも6個紹介していますちょっとびっくりするようなこれ17番とか知らない方はびっくりします知ってる方は当たり前だろうっていう話なんですけれどもまあこれも見ていただければと思いますでさらに最後にその他という形で3つまとめてご紹介するんですけれども この20番ではですね、あなた好みのショートカットキーを作っちゃう方法も紹介します。以上、全部で20個です。さて、最初に紹介する1つ目ですね、メニューの非表示、表示で画面を広く使おうという話です。えー、今、こちらですね、えー、ノートパソコンで Excel を表示していまして、まあ、 このぐらいしか表示のですねスプレッドシートのエリアがないのにこんなにリボンが幅とってますよね。でこれがないと広く使えるということでこのショートカットキーはコントロールと F1 を同時に押します。するとこのようにリボンが隠れてもうこのグラフの下の方まで見えるようになりました。でじゃあまた使う時はどうすればいいのっていうのはですね 単純にこうクリックすればメニュー出てきますし、もしくはまた同じように CtrlF1 を押すとリボンが表示されて使えるようになりますから、まあ、用途に応じてこれ表示、非表示をこのように切り替えられるわけです。もう1秒でできる快速技ですね。さて、さらに画面を広く使う方法を紹介したいと思います。結構これちょっと面白いので、えぜひやってみていただきたいんですが、今これ Excel がですね、まあ、ウィンドウ表示になってますね、こう動かせるようにフルスクリーンではないです。でこれをですね、 シフト、あ、コントロールプラスシフトプラス F1 を押すと、一気に全画面にしつつ、リボンもメニューも全部隠しちゃうというですね、コントロールシフト F1 です。はい、このように、すごく広くなりまして、えー、一番下までですね、えー、このグラフも表示されるようになりました。ただ、これだと、メニューがなくなって困っちゃうっていう方もいらっしゃるんですけれども、こう押せばメニュー出てきます。もう一回やりますね。ここを押せばメニューは出てきます。 で、編集もできますし、元に戻したければ、Ctrl-Shift-F1 をまた押すと、またこのように元に戻ると。つまり、こうやってグラフ完成したら、ちょっとなグラフちゃんと見たい、このグラフちゃんと見たいよっていう場合は、Ctrl-Shift-S1 を押すと、ちゃんとグラフが全部表示されると。はい。これ、先ほどのですね、Ctrl-F1 と同時に覚えておいていただくと便利だと思います。右下にですね、これ、画面の縮小拡大機能です。はい。まあ、ズームと言ってもいいかもしれませんね。 これを使うとですね、まあ自由な大きさで見られるので、えー、グラフのチェックなんかにはとても役立つと思うんですが、この右下のボタンですね、押すのめんどくさいですよね。これ簡単に使う方法がありまして、コントロールとマウスのホイールですね、えー、を同時にコントロールをしながら、マウスのホイールを動かしてあげると。するとこのようにもう自由に縮小拡大できますからうん、この方がもう右下のメニュー、小さいメニュー、ちまち持つより手っ取り早いので、ぜひこちらも覚えておいてください。 またですね数秒でできちゃう技を紹介しましょう。新しいブックを作る。これも簡単です。コントロールプラス N を押します。はい、もうこれで新しいブックできました。はい、このように、えー、と新しいブック、空白のブックですね、できてます。もう一回やってみましょう。はい。はいで、こちらでコントロール N を押します。はい、今度はウィンドウ表示だったんで、よりわかりやすいと思いますね。新規書類の作成ができるわけです。 今度新しいシートを入れてみましょう。まあ、こうクリックしてもいいんですけれども、早いのがですね、こちらからクリックするとまあこんな感じで増やすわけですけれども、ちょっと一回削除しますね、はい。手っ取り早いのがですね、シフトプラス F11 です。はい、これで追加できました。で、たくさん追加するときにこれ、便利で、シフトを押しながら F11 を押した数だけバッパッパッとこうで,できちゃうと、これは超高速ですよね、えー。クリックするより早いと思うので、ぜひこちらも覚えておいてください。 はい続いてですね、今度はたくさんできたこのタブを切り替えるショートカットを紹介します。マウスでクリックしてもいいんですけれども、こちらもショートカットキーで快適にできます。コントロールと、えー、パソコンによって場所違うんですけれども、ページアップ、ページダウンを押せばいいです。で、今、コントロールを押しながらページアップをすると左、ページダウンを押すと右のタブにこのように、下見てください、はい、映っていきます、はい。タブの切り替えもこれで簡単にできます。 さて、こちらにですね、結構大きい住所録があります。スクロールするとこのようにずっと下の方まであるんですけれども、これ下のですね、セルを見たいときにいちいちスクロールするのめんどくさいですよね。で、おすすめなのがこのショートカットです。今これ A の1を選択しました。で、ここにいる状態から一番下に動きたいときには、コントロールプラス下矢印です。はい、これで一番下の。 はい、セルに飛びましたで。右側ですね、今度こっちですね。右側に飛ぶには、コントロールプラス右矢印。簡単ですよね。コントロールと矢印を押してあげるだけで、その表の終わりの部分まで、えー、一番下の終わりと一番端の終わりまでどんどん飛ぶことができると。これもノートパソコンで使うときには、ぜひぜひ覚えていただきたいと思います。続いて8番目ですね、キーボードで範囲指定する方法。これはもうご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、まず範囲指定をしたい最初のセルに、 カーソルを移動します。これ今キキーーーボードに矢印キー使ってます。はい、でその状態ででシフトを押しなががら矢印キーを動かすす。と範囲指定ができますこの方がマウスの範囲指定よりも例えばこの表なんかはですねちょっとこう押すともう勝手にスクロールしちゃって範囲指定しづらいですよね、えー、ぴったりしづらいとでこういう場合はシフトプラス矢印を押して範囲指定してあげた方がもう一個一個確実に動きますからより的確に範囲指定ができるわけです では次に行や列を一発で選択する方法を紹介しましょう。行を一発で選択するには、この左側の数字をクリックすれば選択できます。はい。列を選択するには、この英語を、上のセルの番地を示す英字をですね、クリックすれば選択できるわけです。で、これをキーボードで選択するにはどうしたらいいのっていうことなんですけれども、まずキーボードの矢印キーを動かして、列でも行でもいいんですが、自分が選択したいところに移動します。で、この状態で、 コントロールプラススペースを押すすると列が選択できます。で、今度はコントロールあシフトプラススペースを押すと行が選択できます。シフトプラススペースが、まあこれキーボード見ていただくと覚えやすいんですけどもシフトって横長ですよね。だからシフトプラススペースを押すと横長だから横に選択できる。で、コントロールの方がちょっと縦っぽいので、コントロールプラススペースを押すと列が選択。 さらに、これですね、コントロールプラス、えー、スペース、もしくはシフトプラススペースを押したまま、例えばこれ、押したままもう一回押すとですね、別の方をもう一回押すと、このように全体が選択できます。これ、実はキーボードでやるとき、えー、マウスでやるときにはですね、マウスとこの左上のここをクリックしてあげると、全体が選択できるわけです。続いて、表を一気に選択する方法を紹介しますね。ま、えー、まず小さい方でやりますけれども 選択したい表の中にカーソルを動かしておきます。この状態で、シフトプラス、コントロールプラス、コロンを押します。えー、コロンっていうのは、K ですね、えー。キーボードで K とある書いてあるキーになると思います。で、これを押すとですね、今押してみますね。コントロール、シフトプラス、コロン。はい。これを押すと、えー、その表の中で文字が入力されている部分までがこう選ばれます。こちらのですね、文字が入力されてないけれども、K 線がある部分は選択されません。で、まあ、ほぼ同じように、 表の中にカーソルがある状態でコントロールプラス A を押しても選択が可能です。で、これどんなときに役立つかというとですね、はい、こちらでやりましょうね。はい、この大きな表を選択するときに、ドラッグで選択するのはもうめんどくさいですよね、これスクロールするとこう行き過ぎますし。はい、で、 ちゃんと選べてるかどうかも分かりませんし。ということで、こういう場合はですね、えー、ショートカットでこのようにパッと選択してあげれば、一発で表の中が選択できるわけです。でちなみに、えー、コントロール A でもこれ、もちろんこうやっていいわけですけれども、コントロール A をですね、こう何もないところで押すと全体の選択になりますしまた、ここでですね、コントロール A を押しますと、はい、今度は、えっと、下のですね、えー、この入力してない 空白のセルまでででをを含んだ表全体を選択できるわけです、えー、11番目がですね、究極の選択とかちょっと大げさに書いてありますけれども、拡張選択モードっていう機能が Excel には備わっています。で、これ何かっていうとですね、えーまあ、やってみれば簡単なんですけども、まず F8 を押します。キーボード上にある F キーの F8 ですね、押します。すると、このように選択範囲の拡張というのが出てきますから、でこの状態だと、 マウスカーソルを動かした分だけこう選択ができるんですよ。シフトキーを押さなくても選択できるわけです。はい。でこのモードをだから使うときにはまず選択したいセルの頭の部分にこのようにマカーソルを選択した状態でですね動かしておいて F8 を押してこのように矢印キーで動かしていけばいいと。 はいまあ、シフトを押しながらやっても同じなんですけれどもこの方が楽だなというのとそれからもう一つあります一回ちょっと解除しますね、はい、で例えばここを押しておいてこの,このコードからこの辺までを選択する時にはですねまあ大体こうやってドラッグするんですけれども タッチパッドだと結構行き過ぎたりして嫌ですよね。その場合はここをクリックしておいてから F8 を押します。で、次に選択したい終点をクリックしてあげれば一発でいきます。でこれが拡張選択モードです。これはね、見るよりやってみた方が早いので、ぜひお試しください。12番目は超基本中の基本です。コピーペーストですね。えー、コピーしたいセルを選択して、コントロール C を押します。この状態でこう、点々点点となって、これでえっとこうクリップボードに搭載されています。 で貼り付けたい先ををククリッしして V を押します、はい、これだけです。Ctrl-C、Ctrl-V。これはですね、ぜひ覚えておいてください、えー。これも簡単なんですけれども、上のセルと同じ内容を入力したいってことはよくありますよね、えー。仕事の集計表なんかではよくあると思います。で、この場合はどうすればいいかというと、これも簡単で、c t r l ルプラス d を押します。はい。違うとこ行ってみましょうか。こちらでも c t r l ルプラス d これで、1つ上のセルと同じ内容を入力することができます。じゃあ、今度は右側どうすればいいのと。 いう場合はですね、コントロールプラス R を押します。はい、このようにちょっと文字サイズが違うのであれですけども、同じ内容がコントロールプラス R で入力できます。これも便利です。こちらもですね、超定番技ですね。例えば今ここにですね、中央田区から大田区まで区がこう入力してあります。こちらですね、入力してありますけれども、この区の中でですね、えー、以前に入力したものをリストアップしてもう一回入力することができるんですね。これどうするかっていうとですね、 ここの例えば今大田区の下に入力したいので下にえーカーソルを持ってきてあ Alt プラス下矢印を押しますするとこのように今まで入力した区が出てきますからここから選んで入れるだけです同じような商品名を繰り返す入力する場合はとっても便利 Alt プラス下矢印ね。Alt ですね下の方スペースキーの隣,の隣の隣ぐらいにあるキーです Alt キープラス下矢印を押してくださいするとこのようにリストから入力ができるようになります 今度は行と列の挿入について紹介しましょう。行でも列でもやることは一緒です。まず挿入したい部分を選択しますで。続いて、コントロール、プラス、シフト、あ、プラスっていうと分かりにくくなっちゃいます。ごめんなさい。コントロール、シフトとプラスを同時に押します。プラスっていうのはノートパソコンだと例のところにあると思います。コントロール、シフト、プラス。これで挿入できました。で削除したい場合は、コントロールとマイナスですね。ホのところです。コントロール、マイナス。 これでできます。えー、同じくですね、行の場合も、コントロールシフトプラスで、コントロールマイナスで削除ができます。挿入削除って、メニューから選ぶとですね、いちいちホームに戻ってやんなきゃいけないので、結構面倒ですよね。これを覚えておくと便利です。こちらも1秒でできるんですけれども、かなり役立つのがですね、これ、太字とアンダーラインと、それからイタリックですね、要するに斜めに傾ける。ここにあるんですけれども、これがですね、車体ですね。 でアンダーラインとボールドは太字なんですけれども、これはですね、メニューから選ばなくても、えー、装飾したいセルを選択した状態で、コントロールプラス、この文字を押しちゃえばいいんです。で、太字はボールド B ですよね。で、車体は I でイタリックで I ですよね。アンダーラインは U。これを押せばいいわけです。コントロール B を押すと太字になります。もう一回やりますね。ちょっと大きくした方が分かりやすいかな。はい。で、コントロール B で太字になりました。はい。 元に戻りもあ元に戻しにもう一回押してもいいですよはいで車体にします今度はコントロール I はいコントロール I で戻りますでアンダーラインはコントロール U また U で戻りますこれもうここに BIU って出てますからもう一発で覚えられるのでぜひ覚えてください。 次はですね、知ってる人は知っている、知らない人はええっていう機能なんですけれども、まあこれはショートカットキーとも言えるし、まあうん、まあ今回はショートカットキーに含めると思ってください。で、普通ですね、計算ってイコール入れてしますよねえ。関数もそうなんですけれども、例えばここで、えー、B の2とですね、C の2のセルの合計をここに出したいとします。その場合は普通はイコールを押して、えー、B の2、えー、プラス C の2と。で、これでエンターを押せば、こういう計算できたわけです。 イコール、b、ののプラス c の2となってますよ、ね、で、これ一回消しましょう。で、実は、これってですね、イコールじゃなくてもいいっていう話なんですよ。えー、プラスを押します、点金の。で、b の2、足す c の2。はい、これでも計算できちゃいます。 え、どうなってんのっていう、これ、式見るとですね、イコールの後にプラスが入ってるだけなんですけれども、これできます。これですね、キーボードの点キーを使うときに、イコールがついてない場合あるんですね。そのときに使えるように、この機能があるんですけれども、なんかちょっと2っぽい式が入力できて、楽しいかもしれません。 印刷するときのですね、印刷のダイアログの開き方なんですけれども、まあ、なぜこれ紹介するかっていうと、非常に覚えやすいからなんです。印刷ってプリントですよね、プリントの頭文字 P ですよね。だからコントロールプラス P を押せばいいだけです。これでもう印刷のダイアログが表示されますから、これからもう印刷ボタンを押せば即印刷ができると。コントロール P、プリントの P というふうに覚えてください。さて、 部下の作った書類に何かコメントを入れるとか注釈を入れるとかですねまあもちろん取引先に出す場合に注意書きを入れる場合にも役立つコメント機能なんですけれどもこれメニューから選ぶと結構面倒なんで一番早いのがですねコメントを入れたところをクリックしてシフトプラス F2 なんですねこれを押すともう即コメントが入れられますので、うん このようにサクッと使えるわけです。これ便利ですね。Shift プラス F2。これもぜひ覚えてください。ではですね、どんなコマンドでもショートカットキーが作れてしまうというやり方を紹介します。これちょっと長いんですけれども、便利なので覚えてくださいで。今回はですね、書式だけを貼り付けるショートカットキーを作っちゃおうってう話なんですね。でこれどうすればいいかというとですね、まずこちら、クリックします。でこちらにですね、クイックアクセスツール版のユーザー設定がありますから、ここでその他のコマンドを選んでください。 そうするとですね、いろいろコマンドありますけれども、今回はリボンにないコマンドから選んでいきます。えっ、ー、と、これいっぱいあってですね、探すの大変なんですけれども、丁寧にスクロールしていくとですね、えっ、ー、と、出てくると思いますので、これですね、書式の貼り付け。これを追加してあげます。で、これで OK を押します。するとですね、このクイックアクセスする場合に、ここにですね、 書式の貼り付けというコマンドが追加されました。で、ここに追加されたクイックアクセスすル場バーって要するにユーザーが好きなコマンドを追加できるわけですよ。で、ここに追加されているものは実はオルトキーとの組み合わせでショートカットができるわけです。で、オルトキーを押してみるとこうやって数字が出てきますから、えー、これだったら2、3、4、5って形でこれ5ですね。5番を押すとオルトプラス5を押せば、オルトと5を同時に押せば、えー、このコピーができるわけです。で、じゃあやってみましょう。まず、 これクリックしてコントロール C でコピーします。で今度こちらにですね貼り付け、このまま貼り付けると人工って入っちゃいますけれども、えー、ここでですね Alt プラス5ですね、数字の5を押すと書式だけがコピーできるというわけです。このやり方も便利なのでぜひ覚えておいていただければあなたがよく使う機能をショートカットキーに登録することができちゃうわけです。以上、Excel のショートカットを20個紹介しました。こののの中から皆さんの役に立つものを 試しに使ってみて覚えていただければと思いますコメントの方にもですねショートカットの方書いておきますのでよろしかったら参考にしてください